でしょうか。セカンドステージを始めたいと思います。ありがとうございます。前に呼んでください。あ、ちょっと上がるかな。
とうございます。鈴木清美さんが鈴木でした。はい、続きましてはお待たせのおばたチャンス。おばたチャンスはですね、おばたチャンスのコーナーは新曲のイントロクイズでございます。はい、正解された方にはおばたさんから一杯おごっていただく、うん、とても素敵なコーナーでございます。いいぞ、かっこいいね。イエイ、さすがだな、おばた。いいな、おばちゃん、いいな。スポーサーとスポーサーじゃないですね。内川さん、物いい。そうなんだ。なんだ。なんだ。あ、おばた。まだ。なんだ、今何、イントロ、今のソロ、今分かった、ソロです。今のギターソロがソロ、タン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 タラララ、あ、ホーじゃん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 、あ、ホー、ちょっとね、バブリーな、バブルが弾けた、弾けた、直後、あ、サザエさん、サザエさん、近いけどちょっと惜しい。ね、この梅雨時にぴったりな曲を選んできたんですけど、アジサイだ、なんだって、あ、一番、はい、なんだ、なんでしょう、これ三好駅だ、あ、どうだった、バラードです、全然わかんない、センターライン、カラオケでね、女の子を口説くときにはね、必ずこれを歌ったという小石さんが言ってました。今日はダメ。最後の雨。ピンポーン。ありがとうございます。はい、おばたさんから奥さんに。すごい。年代違うじゃんね。なんで知ってる？メジェだっけかな、最後の雨だって、カバーしてるんだ、結構いろんな方がカバーしてますよ、マサヨすごい、すごい名曲ですよね、それに挑戦しようかなって思って、やりたいな、どうなるか、ジンナさん、やばい、つぶやく君が僕の傘を残して駆け出してゆく、悲しみ振り出す街中、銀色に煙って君だけ消せない、最後の雨降れないように、追いかけてただ抱き寄せ、瞳閉じた、本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない、誰かに取られるくらいなら強くなり、壊したい、髪を広げて僕の夜包んだ優しい人さ、不安な波にさらわれる
妻の死が怖くて誰かを求めたの広がりだけを覚えさせたねここで生まれてない。でも、いつからは幸せ。
72年の9月10日誕生日ですね。もうちょっと前に4歳だね。4歳4歳4歳当時さん4歳の頃沖津八木間町に住んでました。沖津八木間町長屋に住んでましたね。杉山高校というところに住んでたんです。都会の森でよく遊んでたそうです。怒られるんじゃない。では行きます。はい、行きます。恋も二度も
ぜひご唱和いただきたいと思います。Oh, yeah.
して気づかれるのもごめん自分じゃないの理由を脱ぎ捨て感じているのよ夜孤独な話その It's a hard day, and I'm gonna go right in.
やっぱりこれをやらないと大好きだけでもいいし、コールがまたまたやるんですよ。よろしくお願いします。はい、おこい、あっこちゃん。